荒川協啓は、日本のフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ。オフィス2-1所属、元山形放送アナウンサー、北海道札幌市出身。仙台高等学校、東北学院大学法学部法律学科卒業。富士テレビ、地元の北海道放送、山形放送を受験した結果、YBC の未合格。 大学卒業後の1969年4月、YBC にアナウンサーとして入社。1975年には、才能を持つ地方の DJ を発掘する、飛び出せ。全国 DJ 諸君で DJ 賞を受賞。1982年に YBC を退社し、フリーアナウンサーへ転身し、当初は富士テレビで活躍していた。だが、1985年に、 自身の番組を持つも一年で打ち切りにする上層部のやり方に腹を立て、その後は TBS で活躍するようになる。1986年4月から1989年3月までは、ラジオパーソナリティを、1989年4月から1994年9月までは、報道キャスターを務めた。1994年10月に TBS の新社屋。 ビッグハットが完成したのを機に、ラジオパーソナリティに戻る。1995年3月から開始した、TBS ラジオの報道情報番組、荒川協計で A キャッチ、のメインパーソナリティを務め、2019年3月29日まで24年も、務めた。同番組の終了直後の2019年4月15日には、大竹誠ゴールデンラジオに、 また2019年4月17日にはスカイロケットカンパニーにさらに2019年4月18日にはデイズに初めてゲスト出演した。また2019年8月以降のスペシャルウィーク期間中に文化放送で荒川協計ナイトキャッチという報道系の特別番組のパーソナリティを務めている。荒川協計ナイトキャッチ老後資金問題を 考えるとして放送された初回では、デイキャッチ。時代のコメンテーター陣から、青木治と小西克也をゲストに迎えていた。吉永さゆりとプロ野球横浜 DNA ベイスターズの大ファンである。ベイスターズファン代表としてのテレビ出演もも多く、1998年の日本一の時は歓喜していた。また、月刊ベイスターズ2007年9月号より、コラム、 ベイキャッチを担当していた。アンチ巨人でもある。野村克也闇は秋広の声真似が得意で、荒川協計でキャッチ。で、しばしば披露していた。AB、荒川協計。アルシネマ、2020年3月17日閲覧。ABCD 別冊ラジオパラダイス。DJ 名鑑荒川協計の行為より。荒川協計。オフィス2-1。 2020年3月17日、閲覧。なお IBC ラジオは TBS ラジオをキー局とする JRN に加盟している6月19日11日放送後期荒川協デでキャッチ番組オフィシャルサイト2015年7月17日閲覧。ありがとうございます。